皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。プロ野球、SMBC 日本シリーズ第5戦阪神6、ニオリックス、2日甲子園、阪神が逆転勝利で38年ぶり2度目の日本一へ3勝2敗と大手をかけた。2点を先制されるも8回に近本のタイムリー、2失点目のエラーをした森下が逆転タイムリー3塁打を放った。 先発、大竹が5回をゴンザレスのソロ本塁打の1失点のみ、9援人5投手の系統で1失点、勝利投手は8回を三者凡退に抑えた湯浅。第6、7戦は4日から京セラドーム大阪で行われる。0対2で迎えた8回に打線は2番手、山崎宗に対して先頭。木並が2内安打に足立の悪送球で虫2塁。代打、糸原のヒットで虫 三塁に地下本が今シリーズ九本目のヒットのとなるタイムリーを運び一二とする。中野がギダを決めて一死に、三塁でオリックスは三番手、宇田川にスイッチ。森下が左中間をしんしんと破る二点タイムリースリーベースを弾き返し三の二と逆転した。続く大山もセンターへタイムリーを運び四二とリードを広げた。さらに西一二塁から坂本が四番手、 安倍からライトオーバーの2点タイムリースリーベースで6-2とダメ抑え視点を上げた。9回は6番手、岩崎が代打、大城を左、広岡を空振り三振、胸も中飛に抑え三者凡退で終えた。阪神の先発、大竹幸太郎、28、今季21試合に登板、巨人、都合に並ぶセリーグ2位対12勝2敗。 防御率2.26と安定した成績を残した。大竹は1回を広岡を言う頃、僧を2ろ、森を1ろとすべて内野ろに打ち取る立ち上がり。オリックスの先発、田島大輝27、今季は13試合先発し6勝4敗、屋外球場では3年にわたり11連勝中だった。スタメンは第4戦と同様。 1>, 1番センター近本、2番セカンド中野、3番ライト、森下、4番ファースト大山、5番レフトノイジー、6番サード、佐藤テル、7番キャッチャー坂本、8番ショート、木並とシーズンと変えノイジーと佐藤テルを入れ替えたオーダーを組んだ。打線は1回に近本がシリーズ8本目のヒットを飛ばす。中野の遠前の番頭田島がファンブルー、 無視一二塁で森下の二頃で一四一、三塁の先制期に。大山はフルカウントから空振り三振、スタートを切っていた森下が中島監督のリクエストの末に二投手で併殺となった。大竹は二回に先頭、頓宮に三塁強襲ヒット、続く杉本は今シリーズ初出場。杉本を空振り三振、ゴンザレスにヒットで一死一二塁も紅林、若月を抑える。 3回の攻撃で1死から中野がヒット、森下は夕頃兵殺打に倒れる。森下は初戦の三振月通を含めると4つの兵殺。大竹は4回二死からゴンザレスに左中間スタンドへ1号ソロを放り込まれ1点を先制される。大竹は5回は先頭、田島に通う内野田も広岡を中飛、層を空振り三振、森を有直と切り抜け、5回を投げ86球。 6安打、無四球、4奪三振の1失点で降板。打線は5回に先頭、坂本がヒット、木波のギダで1死2塁から代打、渡辺亮は2頃、近本は空振り三振で同点に追いつけない。6回から西順也、22、は今季6度の救援登板がある。先頭、東宮の強烈は夕頃を木波が候補、杉本を左、 ゴンザレスを遠五郎も大山が補給ミス。紅林のヒットで西一、三塁で若月を空振り三振に切って取る。七回も西順が続投し先頭、田島西疲広岡を三者比に打ち取り交番。三番手、島本が胸にセンター前に打球を落とされるも地下本が一度、補給のフェイクを入れて二塁で田島を封殺。 島本は西一塁から森を二頃に打ち取るも中野が後一。ライト森下もボールが手につかず後一し一塁から一気に胸の本塁への生還を許し、ダブルエラーで0対2となる。島本に変わった4番手、石井が頓宮で死球を出すも途中出場、中川慶を日に打ち取った。7回の攻撃で田島に対して先頭、ノイジーが言う頃、佐藤照は1頃、 坂本は美濃と2イニング連続で三者凡退に終わった。8回は5番手、湯浅がマウンドへ、ゴンザレスを2頃、紅林と若月を連続空振り三振に抑えていた。59年ぶり2度目の関西勢同士の日本シリーズでの対戦、1964年は南海、現ソフトバンクが4勝3敗で阪神を下し日本一になっている。どこで思いますか 次の動画のコメント欄をチェックしてください。